送りしてまいります。フォーカードとなったこの試合、自分たちの持っている力を出し切って勝利をつかみたいところです。さあキックオフ、今前半が入る。宇田の先や送ります。ブスケツからロベルトカルロス、選手たちが監督の指示に応えて、ここで打ってきた、ここで決めた、イスターレッツゲットゴール、フーグーだ。これで2点目、チームに大きく貢献します。前半20分、この試合の行方はどうなるのでしょうか。右に出しました。一人で行く。狙ってきた。抜けた。マサヒア。イスターレッツゲットゴール。フークだ。なんとこのゴールでハットトリック達成となりました。メンディーから出る得意のクロスに期待したいところ。リードした状態で終えた前半。このまま勝ち続けるのでしょうか。福田正博がキープ。前線付近でボールを持ちます。いや、ゴールだ。